はい、こんばんは、山城と申します。ああ、始めましたよ。恵方巻きのね、今日は、前回が、昨日が、ゆうもさんやっとって、今日が、どこだっけ？マックスバリューですね。やっていこうという思います。で、マックスバリューは、四日市なんでね、マックスバリュー東海で見ていこうと思います。あ、というか、あれか。別に、西日本で、じゃなくて、名張とかあっちの方に行ってもマックスバリュー東海はマックスバリュー東海なんですよね。物流的にはちょっと西日本のやつになってますけど。その辺もちょっと複雑なところではあるんですけど。まあ、今回はね、三重県北中星の一応番組っていう形でやってるんで、マックスバリュー東海さんで、見ていこうと思います。それではね、早速見ていきましょう。さあ、そら、別にもうビッシュもつけなくやってたもんね。さすがにね、どっちかというと、ちゃんと作ってやるというよりは、ちゃんと予約期間のうちにね、終わらせないといけないっていうね、使命っていうのもおかしいですけど、まあね、さすがにね、後半にね、紹介したところだけね、もう予約期間過ぎてましたって言うんだね、ちょっとね、あんまりよろしくないですからね、どっちかというと、もう詰め込み気味でやってきますよっていう話はね、前にもしたかなっていうことなんでいいんですけどね。いや、このね、昨日のイオンの撮影から今日にかけての間にちょっと舌噛んじゃいましたよね。めちゃくちゃ舌が痛いのね。だからめちゃくちゃ喋りにくくて、ただでさえろれつが悪いのにめちゃくちゃろれつが悪くなってますけど、ちょっとそのあたりはすいません。ご了承いただければと思いますと。いう中でね、マックスバリューの、カタログを見ていこうと思います。こんな感じと。2月3日の恵方巻きってことでね。と、あれですよね。イオンさんがね、ちなみに、相当、すごい、1万円超えのね、1万800円のね、恵方巻きとかがあったんでね、そのあたりとかがね、マックスバリューだと、どのようなね、人が、同じイオングループでもどういう違いがあるのかっていうのもね、ちょっと見ていけたらなと思います。まあ、確かに、ミニストップに同じイオングループだと、ミニストップはね、かなり、やっぱ手軽に買えるもののラインナップが多くてっていうところがありました。で、イオンはかなりというか、スーパーマーケットとか、回転寿司チェーン合わせてもね、ハイエンドの極みみたいなのがね、あったところなんで、じゃあ、これがね、マックスバリューでもやってるのかどうかっていうのもね、ちょっと見るものになってきました。まあ、フラグシップはドンと回転恵方巻きですね。これが、このかい、フラグシップでわかりやすいですね。エビも入って、エビもあれですね、桜エビ、あ、そっか、あれですかね、静岡の方のね、そう、マックスバリュー東海は、もともとは地場が、静岡の地場になってます。まあ、マックスバリューチューブとか三重県の方のやつとかもね、吸収合併して今の、体制になってるんで、基本的には、今、東海地方全体を見てるんですけど、昔はマックスバリュー東海、私がね、スーパーで働いてた頃はね、東海っていう割にはめちゃくちゃ東側だよねっていうイメージでした。どっちかというと、名古屋の方はマックスバリュー中部、マックスバリュー名古屋、マックスバリュー中京とかがね、わーっと出ておって、しのぎを削っておって、で、東側から、まあ、当時は本当にもう静岡を地盤にやっとって、ヤオハンから変わって、まあ、ちょっとは経ってましたけどね、私がもうスーパーに入った頃には。うちが入った年が、ちょうどマックスバリュー名古屋ができたぐらいの年ぐらいですね。だったんですけど、まあ、まだすごいヤオハンの名残がすっごい強い時代で、マックスバリュー東海がね。っていうような感じだったら、だんだん攻めてきとんな、というところから、途中でね、マックスバリュー中部も、吸収合併して、ドーンとね、どんでん返しみたいな形でしたけどね。っていう形なんで、から結構マグロとか桜エビとか、めっちゃ静岡っぽいのが見えますよね。というかまあ、レーダー入力してるんで、もう知ってるんでね、あんまり知らない程度やる必要もないんだった。ってことなんですけど、こんな感じで、まあ、一応ご予約いただくと、僕は戦闘クーポン券申請ってことになってるんですけど、まあ、一応クーポン券で、その場で値引きっていうわけではないので、今回に関しては、この値段にはこの5%を負債することの前提とかっていう加味はしないようにします。前のどっかです。予約価格がね、ドーンと出てるところで予約価格の方でやってましたけど、ここに関してはね、まあ、これ自体が引かれるわけではないんでっていうことでやっていくと思います。ということで、最初に出てくるのはこだわり地物太巻きってことで、正式名が贅沢太巻きってなってますけどね。さっきの、カタログの前面で言うと、フラグシップですね。わかりますよね。これがもう
もう売りたいやつですよ。さあ、どうぞっていう一点売りですよね。上がってるのが、静岡県の水揚げマグロ。まあね、うちのところでも静岡何回か行った時に話をしております。静岡県ね、実はマグロが非常に、有名というか、漁獲高が高いんですよね。清水の方行った時もね、マグロ丼屋さんがいっぱいあって、うちもね、そこでマグロ丼食べて、美味しかったですし、ハグロもフーズね、シーチキン作ってるところがまさに、実はこの静岡だったりするというところで、その静岡、やっぱ地盤なんでね、そこのやつを使ってたり、富士山サーモンってのは、これなんでしょう、富士山ではさすがに、山でサーモンは作れないと思うんで、まあ、多分富士山の伏流水のところで、多分養殖やってるのかなっていう感じかな。で、あとは駿河湾産の桜味噌。桜エビもね、駿河湾ではね、よく取れて、これがもう名品でございますからね。とか、あとは、マダイ、タイは、三重県産のね、やつ、まあ、こっちもね、有名なやつですからね、ということで。とかがいろいろと入ってますってことですね。まあ、これがもう、ザって感じですね。静岡県水揚げマグロに、上田美子はキュウリ、北海道産のイクラ。まあ、これはね、でもイクラもしっかり入ってますよ、と。で、伊豆、天城産かな、茎わさびですね。わさびがね、信州の方も、あれ、結構有名だったりします。やっぱ静岡の方もね、あるんですよ。蕎麦屋さんも多いですからね、新富士行ったらね、あとか、新富士駅とか、あっちの方とか、静岡の市街地って蕎麦屋さん、あるのはある、あ、あるのはある、あるはず。あ、とにかく、そら、おすすめサイト蕎麦屋さんがあるから、一回ちょっと行ってみたいなって思ってるところも、実は清水にあったりするんですけど、ちょっと離れた富士、山の、川沿いぐらいのところとかに行くと、やっぱ富士山系の、その水牛を使った、お水がね、いいところなんで、それを使った、わさびを使った蕎麦っていうのがね、もちろん蕎麦を打つのにも水を使いますし、っていうのがあったりするんで、っていうのあたりが結構蕎麦屋さんが美味しいところがあったりとかします。ですから、駅で言うと新富士とかあっちの方とかね、で、食った記憶あります。うまかった記憶あります。で、桜えで、きょうしょ。で、マダイは三重県産。で、駿河湾産の桜エビ。ですね。で、三重県産のブリと。で、あとは静岡愛知県産の釜揚げしやす。これはまあ、地域によって、地物食材のその地域が変わりますよってことでございます。まあまあまあ。多分こっちの方だと愛知県産になるのかなって感じですね。三重県だと。で、エビ、大葉。富士山サーモンがここにドンと入って、イカ、で、焼津産、鰹だし塩の卵焼き。鰹だしが焼津産ってことですね。そう。あっちの海藻も取れるんですね。なるほどな。で、静岡県産の水揚げマグロが入ってますってことで、これがドンと1本で3,908円、税込みで4,298円というふうになってますってことですね。で、ハーフだと2,000円ってことなんで、まあ、食べ応えあるんで、多分ハーフでも結構いい感じかもしれません。まあ、っていうか、18センチ、9センチですし、実はこれ、幅が7.5センチなんで相当太いですよね。極太巻きって言ってもいいんじゃないかな。7.5だった。っていう感じになってますってことで。これがフラッグチップ。一番うまそうで、確かにうまそうやなっていう感じがするし。エビも入っとって、まあ、結構贅沢感。しっかりと合いますよねってことでございますね。これがフラッグシップですよってことですね。で、次見てくると、やはりそのマグロがね、その静岡を取れます。で、静岡がもともと地盤の企業ですっていうところで、やっぱ次に来るのはマグロということでございますね。なるほど。静岡県、水揚げマグロ、日本マグロ中トロ、マグロ叩きを贅沢っていうことで、もう、これはもうマグロ好きはこれよねっていう、まあ、たまらない、まあ、やつでございますね。あと、この間もありの、本マグロもしっかりとありの、もうマグロをしっかりありがってよっていう大量マグロ太巻きが2,980円、ハーフで1,500円となっております。あと、いや、そういう感じですね。これも、本当、1,000円安いのか。なるほどな。個人的にはそのマグロが大好きなのは、これはかなりいい感じですね。いいっていう感じですね。で、次が、7種のネタをバランスよく組み合わせた、タブカツアイなる太巻きということで、海鮮セット太巻き、海鮮ですね。これいつも海鮮でドンと来て、これかなりお値段安くしてますね。かなりリーズナブル寄りの方で作ってある感じですね。サーモンとか、いろいろと入ってる感じかなということで、980円で、税込み1,058円で、ハーフは428円と。いうことなので、かなり、これだとお得感がありますよね、ということでございますね。1,056。
なんならハーフ2本買った方が安いのか。1056だもの、ね、2円ぐらいですのでね。まあ、そういう感じでございます。まあでも18センチ、9センチ。これも、980円は相当食べ応えありそうな感じですね。で、次が、人気の氷巻きセットってことですね。ハーフ3種セットが1280円。春を告げる菜の花太め菜の花が入ってますね。で、マグラのサーモンと、海鮮節分太巻きが入って1380円。税抜きが1280円と。これ3本セットのセット販売ですね。で、ここからそのもう一つセット販売が続きます。こっちは中巻きですね。あ、ちなみにこっちの太巻きは5センチってことで、こいつも5センチかな。5センチ、5センチなんで、このね、一番最初の、まあ、これは多分もう5センチで巻ききれないんですよね。こんなに具材があると。ということで、7.5になってます。あとは5センチ、5センチ。まあ、でも、ちゃんと、いわゆる太巻きのしっかりとした、分厚い太巻きの大きさですかね。そう、5センチをね、切り跡もね、いっぱいあったっていうのを見てくると、5センチってしっかりあるんやなっていうのはね、なんか、こ前のところになんか10何センチ、12センチとかっていうね、なんかすごいのやってたんで、ちょっと、ちょっと感覚狂ってきますけど、ちゃんと5センチでもでかいわけでございます。で、ハーフ太巻きに、これは中巻きになりますね。3.5センチで、マグロの、本マグロの赤身の中巻きと、本マグロの中トロの巻き。まあだから、赤身と中トロの食べ比べをしっかりとしたいんだったら、これはありかもしれません。1706円。9センチ、9センチやね。これでちょうど太巻きと同じ長さ分ですしね。ああ、これも、これでマグロ好きは結構、心揺さぶられるところではありますね。なるほどな、ってことでございますね。3.5センチ、9センチ。まあ、3.5センチの方が正直食べやすいのは食べやすいですからね。という感じでございますね。では、しっかりとマグロも入ってますよ、っていうのがわかりますよね。で、次が、柵がしっかりと見えたところで、次は、節分中巻き3種セットってことで、まあ、いわゆるリーズナブル商品でございますね。肉のネタ食べやすい中巻きサイズで揃いますよ、ってことですね。角出し塩の、玉焼き中巻き。これ、焼津って書いてないことは、かつおだし分けてるのかな？どうなんだろうな？わかりませんけど、一応分けてる可能性があるのかなっていうふうに言ってますけど。でも、工場のオペレーション管理としたら、そこはもう統一しておいてほしいところは、に感じますよ。別に、空か管理しろ。もう、かつおだし、し、あの、の、あの、だしのやつはね、工程管理難しくなるんで、石も、だし巻きはもう同じやつ、工程作れるようにしといてほしいなって、私が工場長だったら思うかな という感じですね。そうせんと、産地によって違うやつだとね、工程からの保管管理分けて、要は、だし巻き機械と焼いた、勢いで、はい、巻いてじゃなくて、多分ガーッと焼くラインがあって、焼く工程からストックが入って、ストックからはい巻く工程に入っていくっていう風になるんで、そこのところの工程のところで、はい、だし巻き卵はここって分けときたいところか、焼津さんの、で、や、だし巻きにしたやつは、はい、こっちの工程の方に持ってて、こっちとこっちで、使う太巻きによってこっちの方が取ってみたいなのを管理しないといけないんで、そこでがね、大変になってくるんで。どうなんだろうね。多分、一緒の弥生さんの方だしだとは思いますけどね。じゃないんだったら、多分、いや、これは原価管理で、そう、この分のところをしっかりとね、管理をしないといけないからね。こっちの方は、焼津さんじゃない、かつおだしを使ったやつで、作って、これと管理して、これをこっちの方に混ぜるようにしないようにしっかりと管理したまえとかって言われたら、ふざけんな、そんなめんどくさい。こんなの、原価で、1500円、回転ぐらいしか多分買ってこないと。そんな、分けて、それで分けて、こっち使うなとかって、張り紙してさ、わかんないし、とか、さ、感じにさ、かかる労力の方が、わかんないよ、とかって、現場の人間が言いたくなりそうになりそうですけど、わかりませんよ。そこがちゃんと、まあ、書いてないけど、もう、そこのところはね、わかりやすいように、ちゃんと一緒にして、工程を一元管理にしましょう、っていう、ところだったら、ホワイト、ホワイトって 別にそれでブラックミーってそのおかしい話ですから、あれですけど。どうなんでしょうね。まあ、食べてわかるもんじゃないですからね。まあ、言っちゃったけど。あ、この卵焼きは、カツ、焼津さんのカツオだしなんて、わかりませんから、さすがに私じゃ。海苔だけは投資さんのやつだけはわかります。あれだけはね、怖いもんで、もう30年ぐらいね、30年以上ね、
投資産の海苔を食べ続けとったんで、投資じゃないと、有明産の海苔か、だったら、わかりますもんね。焼いた時のね、他の人に聞くと、ごめん、全然わからんって言われるんですけど、焼いた時の焼き上がり感が、もう、投資産の海苔は全然違うよ。だから、うちの、その見慣れてる目線から行くと、もう青色と黒色のシベトをしてねって言われてる感じなんですよ。どっちかというと、有明産の海苔とか、一般的な海苔って焼き海苔にすると、味付け海苔は別ですよ。一般的な焼き海苔として売ってるやつを、さらに炙った時に、青色になるんですよね。青色っていうか、緑色になるって言った方がいいかな。緑色になる感じなんですよ。感覚的に緑の方にぴょんと色相別に行くことに行くんですよ。でも、投資島の海苔だけは焼いて、もう黒の色調判定に入るんですよね。だから、それでもう一発でパンって焼き上がる。っていう謎の目利きができたりします。っていうのがあったりしますけどね。そうそうそう。海苔はね、ちょっとすいません。好きなんでね。やっぱ、ちょっとこっちの人間なんでね、っていうのがあったりしますけどね、っていうのが、まあ、とりあえず、言いますけど、牛肉注文とかがありますよってことでございますね。980円、1058円。で、ここに、寿司を言ったけど、これは多分イオングループ共通なんでしょうね。イオンのところにもありましたよね。で、イオンの、本店のところだと、すごく、手前のところに、ドーンとありましたけど、かなり、扱いとしては、これが一番最後なんですよね。のところに、トロンとあります。で、具材についての細かい説明とかも特に書いてないっていうのが特徴であります。イオンのね、グループのところだと、ちなみにこれ、他のグループだとどうかなと思って、ちょっとちなみに、マックスバリューの西日本のやつ、ちらっと見てみました。あれ、ちなみに、ま、あの、マックスバリュー西日本、ちょっと、こっちの人間だとピンとこないと思うんですが、西日本のところで管轄してるのに、マックスバリューっていう屋号でやってるところと、丸中っていうところがあるんですよね。で、丸中は丸中で、四国の方にある丸中と山陽丸中と呼ばれて、いわゆる中国地方って呼ばれるところの山陽地方ですね。の方にある、岡山とか、広島にもあったっけ、丸中。岡山とか、あと兵庫の、あたりとかにもあったと思うんですけど、あたりとか、まあ四国がだとめちゃくちゃありますね、丸中。新居浜行った時とかに行きましたよね、っていうのがあったりしますが、あれ動画撮り始める前だ、って思いますけど、そういうところから、ちょっとね、かなりカタログが複数に分かれてるみたいな、これまあ本島でちらっと見ていくと、こんな感じで、じゃあ、瀬戸内産の海苔を、暴風天満宮、奉納してるらしいです。なるほどね。で、恵方巻き、がトーンがあって、海鮮恵方巻き。結構これあたりも、7種の海鮮福巻き。まあ、オリジナルのところがこうやってがつくんですね。こっちになると、カンパチとかね、車、天然車エビ、こういうのをバーッと売りにしとっての、面白いですよね。なるほどな。で、あったりするんですけど、まあ、こんな感じで、ちなみにここのところだと、結構種類が増えるんですけど、このあたりですね、ここのところにね、ドーンと出とって、こんな感じで、具材についてのね、写真入れてってやってるんで、扱いとしては、そのイオン本店のところほど大きくはないです。こんな感じで結構、反則としては、まあまあちゃんと入れてある感じがありますよね、っていうふうに言ってみると、実は、かなり、マックスバリュチューブの方は、チューブじゃない、東海、マックスバリュ東海さんの方だと、かなり、扱いとしては、かなり、小さめになっているんじゃないかなっていう感じがします。1490円。まあ、価格はさも共通なんですけど、やっぱオリジナル商品の方、イオン本家がやってるやつよりと、共通でやってるやつよりも、オリジナルの方にかなり力を入れてるなっていうのか、彼はかなりマックスバリュ東海さんの特徴なのかもしれません。っていうふうに見てとります。こんな感じで、ちょっと同じマックスバリューでも実は地域でちょっと差があったりするっていうのがね、見てとれたりしましょうと。いう中でね、じゃあね、実際に、どんな感じのね、ラインナップだったのかっていうのを、ちょっと見てみると、よいしょ。こうなりますということでございます。ちなみに、太巻きこんな感じで、ね、ドーンとあって、
ってなってますけど、ちなみに品目が書いてなかったやつもあるんで、それちょっとすみません、開けてあります。このあたりも、細かいその具材の表示じゃないのはもう書いてないんで、ちょっとわからないんで、っていうことでございます。開けてありますよ、ってことで。一応、回線接続とかけとかは、どうも、パッと見てね、とかの情報とかで、7種類入ってるみたいだね。なんで、ハサになりにしちゃいます。という形で、いきたいと思います。パッと見てみると、贅沢太巻き、やっぱ4298円、2節分にしてハイエンドという感じですね。これが一番売りで、ドンと引き寄せてきてさ、他にもいろいろありますよっていう感じのラインナップで、ハーフとかでちょっとお取り込みにしてある感じがありますよね。多分、一番売りを作りたい、数の売りを作りたいのは多分ここなんだと思うんですけどね。回線接続太巻きと道場ハーフ。このあたりがいわゆる、ブロードラインって言ったらいいのかな？売上を作るときの、売上高、売上高の、いわゆる、売上ベースのブロードラインと、数量ベースのブロードラインっていうのがあって、より多くの商品を売るっていう、いわゆる客寄せパンダ的な、扱いとしての、やつですが、その、難しいのは、客寄せパンダっていうのが、二つあって、買ってもらう、客寄せパンダっていうか、こう、やつと、どっちか客寄せパンダっていう場合には、どっちかっていうと、カタログで一番目を引くね、ドーンと豪勢なのをね、カタログに載せといて、うわ、こんなんありますっていうふうに見せるっていう客寄せパンダ的な意味合いで言うと、多分ここなんですよね。贅沢太巻きがここで入ってきて、いわゆるフラグシップって呼ばれるやつですね。ちなみにフラグシップってあれなんですよね。昔の、今も海軍には残ってるのかな。今は無線とかでね、基本的に各艦隊が AI としてね、指揮系統を取ったりとかっていうふうにありますけど、当然、明治時代とかね、それより昔とかになってくると、海軍はあるにはあるんですけど、ね、無線もないからね、でかい声出してね、ああ、先の流れとかって言うわけにもいかないわけですよね。あまりにも、規模としてはね、そんなことができないんで。じゃどうするかっていうと、指示系統を、旗があって、記号旗っていうのがあるんですよ。あるかな？よいしょ。こんな感じで、これ、江田島行った時に自衛隊の施設でね、買ってきた国際信号旗ってのがあって、旗によってこんな感じで、23個かな、基本旗ってのがあって、それで、指示を出してるわけですね。これで、いろいろな、文字情報の交換、今で言うメールみたいな、電報とかで、ね、そういうような感じをイメージ、してもらったらいいと思うんですけど、こんな感じで、そのいろんな旗を組み合わせて、はい、こうしてね、ああしててねっていう指示を出す。アルファベットの旗があって、で、他にも、例えば数字旗って言って、こんな感じで、日本は1だ、1だっけ？日本と同じような柄のやつとかね、日の丸柄のやつは1だってするんですけど、とかっていうような感じで、いろいろとあります。旗一本で、いろんな意味合いがあったりとかもするんですね。C、例えば C の旗だったら Yes とかね。問題、で、あとはなんか、危険なやつだと、例えばこんな感じでね。オスカーって O を指すやつは、実はそれ単体だと、なんだ、人が海に落ちたって、いうようなね、ような情報を伝えるとかですね。あとは、あとはこれね、H だと、私は水先人を乗せているっていうね、水先人っていうのが、英語で言うとパイロットです。もともとのパイロットっていうのは、こっちだし、今パイロットっていうと航空機をね、運転する人っていうイメージがありますけど、もともとパイロットっていうのは水先案内人ですよね。アクアとかね、アリアとかあのあたりのね、やつで出てきますよね。水先案内人って言いますけど、今でもね、水先案内人ってね、仕事、あるんですよ。四日市でもね、たまーに募集がかかってます。
パイロット募集つって、なんで四日市で飛行機乗り募集しとんのかなと思ったら、海上保安庁のところ行ったら、あってなんでやろうなと思ったら、あ、水先案内人ねって言って、あれ、あ、海上保安庁の方だっけな、違うか。エレベーター登って4階の、エレベーター出て、左が海上保安庁で、違う、海上保安庁は違う、あっちだ。そのね、反対側、右に曲がったところの事務所のところに、パンフレット、海上保安庁じゃないか。そうですね、海上保安庁の管轄じゃないですもんね。あれ、どこだ？水産庁かな？まあ、あなたに、いや、交番してとかって、いや、私担当でね、毎日行っとったんでね。そうそうそう。あ、何にしてね、あそこはね、自販機が安いのよ。それでよく買っとって。で、自販機あるところはちょうど税関のところだったんでね、税関の職員さんの方に、あ、こんにちは、とかって言ってね、あったりしました。まあ、税関さんも大変だなと思いながらね。というかしてましたね、とかっていうのが、懐かしい思い出です。そんな感じでね、旗があって。で、ですから、その指揮官っていう人が乗って、艦隊とか十何隻とかいる船に対して、いちいちね、これこれって、今みたいに無線があったりとかね、まあ、さすがに LINE でやりとりはしないと思いますけど、軍隊なんで。はい、交代こうして、どのこうのして、はい、ちょっとそっちの方、こう、船通るか、ちょっと左側の方に寄るで、とかって、お前ちょっと離れすぎやで、とかっていうようなね、そんな、お前それ、どんだけ関西人だけでやってんねん、みたいなね、簡単になってますけど、そういうのがね、いろいろとあるっていう感じで、いうところで行くと、まあ、こんな感じで、そう、働き出して。まあ、ちなみに、二次信号とかって言ってね、有名なやつはね、これですよね。まあ、これはね、絶対覚えとかないといけませんよね。このね、赤白の、旗と、この黄色と赤の、しましまの模様のやつね。これだと、私は演習中である。私を、避けられたいっていうですね、意味合いになります。演習中ということで、これ練習艦がつけて、要は、艦隊でね、遠洋航海とかで、遠洋航海演習とか、実習ね、やってる、訓練中のね、船なんかはこれをつけますよってことなんで、練習艦の、艦務でもね、鹿島さんの、は練習艦なんでね、練習艦の、鹿島さんの、髪飾りは、実はこの柄になってるっていうのがあったりするんですよね。ああいうあたりとか結構、実は、ちゃんと凝ってやってるっていうね、のがあったりします。ちなみにこれ、買ってきたところは、江田島なんでね、まさにその勝間さんがね、遠洋航海に行く人たちがこう集まってるところですね、江田島っていうところがあってね、そこで買ってきた思い出がありますけど、っていうようなこととかね。で、そのフラを、あの、要は、フラッグですよね、フラッグを、掲げる船なんで、要は司令官とかが乗って、やるところになる、中心の船になるんで、フラッグを掲げる船なんで、フラッグシップ。で、そこから、フラッグシップっていうのが、会社を代表する、店舗とか、そういうような、ような意味合いになってきたわけですね。そのブランドとかで、フラッグシップブランドとかって言われるようになってきてるのは、実はここが由来の原点になってますよっていう。脱線したー。こんなことをしてく場合じゃないの。今日は10本取らないといけないの。ね。そう。めちゃくちゃ取らないといけないのね。今、佳境ですからね。恵方巻きの。っていうのがあったりします。ということでございます。ということでございます。っていうふうに言うと、フラグシップは、これね、贅沢ふと巻き。こういうのがドーンと旗を掲げてるって感じですよね。で、他にもいろいろとありますけど、とかって。扱いとしてはかなりこのイオンの共通でやってるやつの扱いがそんなに高くないし、っていうところですね。まあ確かに、ですから、まあでも、見てみると結構コスパも良い感じにはなってるんですけどね。1490円だから、このあたりか。そう、水揚げマグロとかこのあたりが3200円とかで作ってきてますからね。そのあたりとか考えると結構、
っていうので、ラインナップとしてはそういったのがある感じですけど、結構、だから、クラシックな恵方巻きっていうのはあんまなくて、実はこの極太巻きになってる。っていうのは、まあ、その、三重県のマックスバイチューブとか巻き込んでるとはいえ、三重県ももともとそんなに、やっぱし、恵方巻き文化ね。太巻き自体は来るんですけど、恵方巻き文化ってそこまでない感じやったんで。で、ましてや今、その、静岡のところがね、中心になってるっていうことを考えると、やっぱ、より、その、クラシカルなね、太巻きを食べるっていう、文化が薄い方になってくると、やっぱし、こういうふうに海鮮系、まあ、特に、静岡、三重っていうね、海鮮で、本州で海鮮で言ったら相当強いよっていうね、ところを、傘下に収めてるわけですから、それやっぱし海鮮を売りにしたくいいよねっていう感じが見て取れるのかなっていう感じがします。価格帯ぐらい見てみると、さっと。意外とハイエンドは、ですから、ユニーと似たような感じになってくる感じですね。ユニーとハイエンドのところが似てて。でも、まあ、ユニーがどっちかというと、ザ・贅沢って感じのやつに対して、地場のいろいろちゃんと太巻きしてますって感があるっていうのもちょっと、面白い違いから、意外と各社で違いが出るっていうのもね、面白いですね。ライアイテムスは11。そこまで多くないのかな、っていう感じですね。で、セットハーフミニ、A35 っていう感じなんで、意外とそんなにハーフにバリバリ力を入れとるとかでもなく、っていう感じですね。意外と結構、そのあたりを太巻きとして長いのでしっかりとやる感じも見せつつっていう感じがありますし、セットに対してそんなに、バラエティをちょろっと見せてるぐらいで、予約としてはどっちかというと、予約でセットをあんまり取りに行くっていう感じではないのかなっていう感じがしましたね。っていうのがマックスバリュー東海の特徴かなというところでございます。ということで、まあ、今回マックスバリュとかにさ、これぐらいにしてね。また他のところもね、いろいろと見ながらね、話していこうと思うんですけど、ここに来てね、今日、この放送が、予定ではこれが1月の18日放送してると思います。ただ、これ、毎日更新してますけど、まだまだ多分相当やらないといけないところが多いのと、あとね、実は今、撮ってるのはこれね、14日に撮ってるんですけど、1月14日に撮ってるんですけど、まだね、カタログが出てない会社がいくつかあるんですよ。スーパーサンシさんとかなんですけど、結構出てないところもあるんで、で、一応明日までいろいろと情報を漁ってみます。の中で、カタログが出ないところ、今のところだとね、パッとね、そのラムーさんと、スーパーサンシさん、このあたりだとスーパーサンシさん、ラムーさん、あと、グッディ、ちょっと南の方ですから、グッディゼニアが、カタログ情報が出てない。店頭調査もしたんですけど、実は店頭にもチラシが配ってないんで、正直わからない。あと、金瀬さんも、ペーパーレスでちょっと、インターネットとかでもちょっと情報が、カタログデータが出てきてないんで、その、店頭掲示でポーンと掲示はあるんですけど、手元の資料として持ってこれるものがないもんで、ちょっと、データとしてこっちでちょっと紹介することが、できねえなってなってる。そのあたりちょっと明日までざーっと、15日までデータを漁ってみて、出てこないところに関しては予想で話します。ちょっとすいません。今までの、言ってきた、長年蓄積地域、まあ、言うてね、元スーパー店員としてね、やってたわけでございます。それなりのね、データ蓄積があるわけですから、そこからね、いろいろとデータ解析して、こういうような予想で、こういうようなラインナップになるんじゃないかという予想を立てて、いろいろとやっていきたいと思いますので、それが最悪、21、22。最後、21日にブワーってやると思います。21日までに出し切ります。というのは宣言しておきます。1月21日までに、やって、22からね、本格的に予約とかが佳境に入ると思うんで、早期予約とかだと、これが多分ギリギリだと思うんで、全部、とにかく20日までずっと毎日更新1店舗ずつ出して、最後もうギュッと21日にギュッと詰め込む予定でおりますので、もしかしたら21日になんかバカみたいな本数の動画が上がることになるかもしれませんけど、その時は、頑張ったんだなぁと思ってください。いやぁ、めちゃくちゃスケジューリング頑張ったんだねって、思って、さすがにその時は思ってください。
自分で言い、あんまりね、その頑張ったアピールするのもどうかと思いますけどね。さすがにね、この今の動画のね、投稿ペースね、さすがにエグいですからね、というのはね、さすがに自覚してますんでね。まあ、そんなことは置いといてもね、まあ、とりあえず、まだね、カタログある、情報データ、仕入れているところがまだまだありますので、それもね、どんどんやっていきたいと思いますので、明日は何だったっけ？大桑か？明日、大桑やって、まだ大桑、吉津屋、まだいっぱいあるからね。とにかくどんどん出していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。だからこんなにね、ぐらぐらと喋ってたらダメなフラグシップで、江田島のこれとか手拭いとか持ってきて、そのフラグシップの由来についてとか喋ってる場合じゃないの。雑談してる場合じゃないの。雑談チャンネルなんだからやれなんだけど、っていうのは置いといて、まあそれぐらいでね。とりあえずこの動画が、30、喋ってんだ。全然切っていいんだ。はい、ということでね、10分ぐらいだと思ってました。全然、そんなわけなかったね。それそうだ。ということでね、この動画はこれぐらい示させていただきたいと思います。下は何だったか、大幅かな、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。